1975年アメリカのロサンゼルスにおいて初の世界空手道選手権が開催された。決勝戦は日本人同士、大石と田中の世界一決定戦となった。大石は第12、13、14、16回の全日本王者、一方の田中も第17、18回の全日本覇者。この新旧の王者が最高の舞台で激突した。勝負は5分間3本勝負の過酷なものである。大石が得意の突きで技ありを先行。技ありを取りタイスコアとなる。
氏の突きをさばいて田中が上段突きを取りリード。初の世界チャンピオンは田中将彦となったのである。